一式重爆撃機は、大日本帝国陸軍がイタリアから輸入して使用した、フィアット社製の BR-20 爆撃機の日本側通称、一式は、イタリアの位に由来する。1938年に85機が輸入され、97式重爆撃機が配備されるまで使用された。連合軍のコードネームはルース。本機の元になった、フィアット BR-20。1937年7月に、 日中戦争が勃発した際、陸軍が使用できる重爆撃機は、時代遅れの93式銃爆撃機しかなく、新栄光景機である9 7重爆の配備にはまだ、時間がかかる状態だった。そのため陸軍は、中継ぎの爆撃機を輸入して対応する計画を立て、当初はドイツのハインケル HE111 の輸入を、希望したが、ドイツ軍部の反対で実現せず、 イタリアからの輸入に方針を転換した。爆撃機購入施設団は1938年にイタリアに赴き、カプロに CA-135 と比較審査の上、設計がより先進的だった。フィアット BR-20 の輸入を決定した。購入費用は当時の金額で6、0円だった。陸軍の発注は100機だったが実際に輸入されたのは85機とされる。輸入機は イタリア王国軍規格の爆弾、旋回機関銃や各種部品類と共に、1938年1月から順次大連に船便で到着し、直ちに日中戦争に実戦配備された。なお、大連に着いた第一陣の船には、運用指導のために、イタリア空軍やフィアット社の関係者も同乗していた。BR-20 は、全金属製の当時のイタリアの新で、エンジン、 武装とも当時としては強力だったが、設計や構造はイタリア流の大まかなものであり、前線の現地部隊からの評判はあまりかんばしいものではなかったという。主な欠点として挙げられていたのは、イタリア規格だったための使いづらい武装、後続距離の短さ、エンジン部長による稼働率の低さなどだった。また1939年2月、後見機のテストパイロットとして巧妙だった。 藤田雄造陸軍航空兵中佐が本機の運用試験で観光へ向かう途中に敵地に富士木水路で観光へ向かう途中に国民革命軍と交戦になり戦死するという事件が起きたことも本機の不評に影響していると思われる。ただ不評の原因の多くは日本とイタリアの設計思想、運用思想の相違にあると考えられ短期間の協連だけで イタリア式の機体を運用するのはやや無理があった。反面、防弾装備や武装が日本機に比べて充実している点は、現地部隊にも好評であった。中でも本機が自衛用として装備していた、ブレダセイハット 12.7mm 機関砲は、陸軍の航空機関砲開発に極めて役立っており、セイハット 12.7mm 機関砲と同じ 12.7mm81、 SR 弾を採用した補103-1式 12.7mm 固定機関砲は、一式戦闘機、春を筆頭に、多くの陸軍機に搭載され、太平洋戦争における陸軍主力機関砲として、広く使用された。本機は、飛行第12戦隊及び飛行第98戦隊の重爆戦隊に配備され、乱州、重慶、延安などの中国大陸奥地の爆撃に活躍した。 第12戦隊は、ノモンハン事件にも出動している。本機の運用における最大の問題は、規格が日本と異なっていることで、日本規格の爆弾を搭載すると、スペースに無駄が生じて、軽爆撃機程度の搭載量にとどまったという。イタリアより輸入した爆弾や部品が消耗した後は、日本製のものが使用できず行動が困難となり、97式重爆の実戦配備に伴って、 急速に第一線から姿を消すこととなった。国産化の計画もあったが実現していない。引退後は大豆購入代金の代わりに満州国に引き渡されたと言われ、満州の飛行場で雨ざらし状態のままいつしかスクラップ化した。また、国民革命軍空軍に完全な状態で露覚され、天皇からの贈り物という意味を込めて、三一号と称された機体もあった。なお、 連合軍は、本機の正式名称が98式重爆撃機、愛称がミカドであると誤認していた。ありがとうございます。